ハローハイエブリワン、ハワイの甘かた番です。5月もいよいよ終わりですね。久々にハワイのコロナ状況をレポートしたいと思います。ハワイは完全に抑え込み成功しました。今日時点で感染者は643人、死者は17人のままでストップしています。アメリカ全体では10万人いよいよ突破しちゃったんですけど、それに比べて、もう完全に、もう大成功した週になりました。で今はですね、徐々に、リオープンをしているところです。もう今月にですね、実はビーチ開放して、ソーシャルディスタンス守りながらビーチで浜で日焼けをしたりも OK になりました。であとゴルフ場も開きました。かなりねソーシャルディスタンシングで、カートは1人1台とか、16分ぐらい間隔で出すとかいろいろ、なんか PGA の規定もいろいろあるみたいで、そういうのを守って、オープンしています。でもゴルフなんかだと結局4台とかで回ってるんだけど、グリーンに行っちゃうとみんなあのソーシャルディスタンシングとかもう全くなしね、ちょっとおかしな感じもしますけども、あと氷もオープンしましたね。アラモアナショッピングセンターとか、その氷はもう OK になっています。で来週ですね、16月の5日から、例えば、10人までなら、集まってもいいよと、お友達呼んだりとか、友達の家に行って飲み会開いたりとかっていうのが OK になります。飲食店もいよいよ同時期に、ある程度のガイドラインを守れば、イートインができる。ヘアサロンとか床屋もそうですし、いよいよねこの辺がみんな行きたかったところなんで、これができればさらにストレスが発散できるんじゃないかなと思います。あとはですね、次のステップは州内の旅行ですね。インターアイランドで例えばオアフからマウイに行くとか、こういうのを14日間今隔離しなきゃいけないですけど、そういうのをなくすのがまず第一ステップって言われてます。これが来月の初旬中旬にあるんじゃないかなと思ってます。で、同時にですね、観光なんですけど、すごい数字があって、今年の4月なんと 99.5% ダウン、ビジターは4564人しかなかったんですね。前の年の4月はなんと85万人来てたそうです。なのでここをどうにかしないといけない。ハワイの、エコノミー経済の2割は観光で成り立っていると言われているので、そのうちの3割が日本人を賄われているというか、日本人がすごい大きな部分を占めているので、今日本人スペシャルトリートメントとしてまず観光客国際線は日本の方に来ていただこうっていう話が進んでます。今日もですね、 CPB の CEO のポール与那嶺さんなんかが議会でアピールしてましたけれども、日本の方はもう衛生しっかりしてるし、実際にコロナウイルスにかかってる人も少ない、なのでハワイにとってもリスクが一番少ない。パイロットプログラムって言って、まずちょっと一定地域の人をお迎えしようということで、進んでます。ただここがちょっとまだ州内の旅行が来月以内ちょっと厳しいんじゃないかということで、日本の方は7月1日からとかっていうのはまだちょっと早そうな気がします。なので早ければもしかしたら8月から日本の観光の方が来れるんじゃないかなっていう風な気配がありますが、まだちょっと伊賀知事が発表していないので、早くなるかもしれないし遅くなるかもしれない。飛行機に乗る前におそらく体温を測ったりとか PCR 検査とかして、ある程度、かかってないというのを証明して来ていただくことによって、ハワイに来て14日の隔離なしで、ハワイを楽しんでもらうというように進めてるみたいなんで、これは本当に、よく考えるなと思うし、やっぱり安全なとこから開けていくっていうのは正しいアプローチだと思うので、すごいいいと思います。
なので、早く日本の方が来れるようにお待ちしております。それでは Until my next video アロハ。はい、OK、OK、OK。 Like that、Like that。 いいぞ。イエー、今完全